松虫停留場は、大阪府大阪市安倍野区安倍野元町一番にある、半海電気軌動上町線の停留場。駅番号は、HN03。相対式の2面2線で、上下線とも、天王寺駅前駅寄りに、踏切がありホームは対抗している。なお、どちらのホームにも上屋が設置してある。また天王寺駅前方面のホームは2両が停車できる。長さになっている、かつては、 住吉駅寄りに手動式の非常用上下渡り線があった。ここより北側の平洋軌道区間で線路障害及び列車運行が不能となるような事件、事故、災害等が発生した際には、これを使用して浜寺駅前方面当駅間の臨時系統による折り返し運転が行われた。2005年5月に発生した安倍野駅付近での水道管の破裂事故により、 列車の運行ができなくなった際、方向幕及び電光行き先表示は、天王寺駅前のままで、運転席の窓側に A4 サイズくらいの大きさの、紙に、松虫と手書きで書かれた紙を貼り付け運行した。その際、当駅天王寺駅前間を走る、安倍の筋の安倍の交差点近鉄前交差点間が、通行止めとなったことから、同区間を並走する大阪市 A バスは、 朝日保育園経由で迂回して運行されていた。しかし、市バスによる振り替輸送はなかった。2020年現在、渡り線は撤去されている。松虫塚駅周辺は飲み屋が存在する程度だが、すぐ近隣の安倍の筋沿いには商店が多数存在する。また、付近は学校が多く学生の姿をよく目にする。駅南側にある松虫交差点周辺に、 バス停が広がる。1990年までは、当店カチャヤバス停だった。大阪シティバス2008年春頃までは、20号、系統 JR 平野駅前行きのバス、2013年3月31日まで、赤バス、2014年3月31日までは47号、系統も停車していた。ありがとうございます。